これから行う操作は、写真の人物を油絵の肖像画風に加工する方法です。オイルペイントフィルターは、まるでゴッホが描いたような大胆な油絵のタッチを作成することができます。しかし、そのまま適用すると、立体的に波打ったストロークが綺麗すぎるように感じます。そんな時は、少しだけの準備と別の効果をプラスしてみましょう。パレットナイフで削り取ったような油絵らしい質感が簡単に作り出せます。レイヤーパネルで背景を右クリックします。メニューからスマートオブジェクトに変換を選択します。レイヤーや背景をスマートオブジェクトに変換しておくと、適用するフィルターや色調補正などの調整が再編集できるようになります。いろんな色を含む粗い粒子を取り出すため、人物の影を明るくしましょう。イメージメニューから色調補正、シャドウハイライトを選択します。シャドウハイライト、ダイアログでシャドウセクションの量に 75% を入力します。OK をクリックします。3種類のフィルターを掛け合わせて油絵風のベースを作りましょう。フィルターメニューからフィルターギャラリーを選択します。フィルターギャラリー操作パネルでテクスチャー、粒状を選択します。粒子の種類に凝集を選択します。いろんな色を含む点描のような効果が生まれます。コントラストに50を入力します。密度に100を入力します。新しいエフェクトレイヤーをクリックします。ブラシストローク、羽を選択します。顔の輪郭や詳細なディテールを崩します。滑らかさに5を入力します。スプレー半径に10を入力します。新しいエフェクトレイヤーをクリックします。アーキスティック、ドライブラシを選択します。毛羽立ちを滑らかにして粗い粒子を整えます。ブラシサイズに2を入力します。ブラシの細かさに8を入力します。テクスチャーに1を入力します。OK をクリックします。3種類のフィルターを掛け合わせて油絵風のベースを作ることができました。絵の具が立体的に盛り上がった大胆なタッチを加えましょう。フィルターメニューから表現手法オイルペイントを選択します。オイルペイントダイアログで光源セクションを有効にします。このセクションでは立体的な効果を設定します。
角度にマイナス60度を入力します。交際に 1.3 を入力します。ブラシセクションの密度の詳細に 10.0 を入力します。タッチのぼかし度を設定します。拡大縮小に 0.8 を入力します。立体的な効果の大きさを設定します。クリーン度に 2.3 を入力します。タッチの滑らかさを設定します。携帯に 4.0 を入力します。効果の適用度を設定します。 OK をクリックします。画像の輪郭を維持しながらランダムに波打ったストロークが適用できました。フィルターメニューからフィルターギャラリーを選択します。コマンドまたはコントロールキーを押しながらすべてクリアをクリックします。ブラシストローク羽を選択します。羽フィルターでタッチを崩すとパレットナイフで削り取ったような油絵らしい効果が生まれます。滑らかさに5を入力します。スプレー半径に5を入力します。OK をクリックします。絵の具が立体的に盛り上がった大胆なタッチを加えることができました。西洋絵画に見られるような重厚で荘厳な色彩に調整しましょう。フィルターメニューからカメラローフィルターを選択します。カメラローフィルター操作パネルでプロファイルを参照をクリックします。アーティスティックを展開します。アーティスティック7を選択します。するとあらかじめ設定された色調補正が適用されます。適用量で効果の強さを調整することができます。適用量に120を入力します。編集パネルに戻るをクリックします。画像の周辺を暗くしましょう。効果を展開します。粒子に10を入力します。周辺光量補正にマイナス50を入力します。OK をクリックします。写真を油絵の肖像画風に加工することができました。